キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美美濃です私はジェネシスジャパンまたラブクリエーションという創造論団体の会長をしておりミト第一聖書バプテスト教会の創造論宣教担当の牧師をしています今日は、えー、ま秘、あ、書生物をずっとやっていますけれどもその中の昆虫の えー、甲虫を前回お話ししましたで今日は甲虫の第二回目でテントウムシについて考えてみたいと思います春から秋にかけてですね特に春から夏にかけてはテントウムシがあちこちで見られるわけですけれども皆さんはテントウムシ何か良い経験はあるでしょうかあるいは嫌な経験があるでしょうかテントウムシについて考えてみたいと思います 今日は、テントウムシについて考えてみたいと思いますけれども。皆さん、この写真を見ていただければ。あ、これは七星点灯だって、わかるのではないかと思いますね。七星点灯は、羽の合わせ、合わせた、この上の部分に、一つの星があって。そして、えー、その両方の羽ですね、に、三つの点が、それぞれついています。まあ、これ、七星点灯ですけれども。 この星がついている部分は皆さん、なんていう羽か覚えていますでしょうか小枝というふうに前回お話ししました硬いからの、えー、まるで鞘のように、えー、体を守っている羽ですねそれから、その下にマクシという、えー、非常に薄い、飛ぶための羽がついているということをお話ししました でこのマクシの方はニュ、えー折りで折りたたまれているっていうことをお話ししたのを覚えているでしょうか。それはさっと広げることができできるし、さっと折りたたむことができる。テントウムシが羽を広げた状態の写真ですね。いかがでしょうか。上の小翅に対してマクシは倍以上の 長さがあるのがわかると思いますねもう一つこちらの写真もやはり、えー、羽を広げた状態のテントウムシですけれどもやはりマクシがきれいに見えていますでこれこの、えー、透明半透明なですねきれいなマクシが一瞬のうちに折りたたまれるで、えー、時々あの不器用なテントウムシもいまして、えー、完全に あの少子の中にマクシが入らない状態で、えー、歩いているのを見ることもあるかもしれませんこのテントウムシなんですけれども、えー、大抵は液中とされますで、あの前回このことについてはお話ししましたけれどもこの少子が艶があるものこれは液中ですね艶のないものは害虫として えー、扱われることが多いです、えー、この写真を見ていただくと前回のもう見た写真ですけれども左側のテントウムシナナホシテントウですねこれは液中ですでその隣にいるオオニジュウヤホシテントウこれはツヤがないですよねこれは害虫ですで あのワインを作っているところなどではブドウにテントウムシの,、えー、の黄色い液がありますよねそういうのがくっついたりすると良いワインができないということでワインを作る農家にとってはテントウムシの大量発生は非常に困った害をもたらすものになったりします。さて この写真を見ていただきたいと思いますけれどもなんかごつい虫が出てきましたけれども皆さんこれは何だかわかりますか実はテントウムシの幼虫ですこの幼虫は何をしているかというとアブラムシなどの、えー、虫を追いかけて食べているわけですねこの、えー、幼虫の姿見ていかがでしょうか他の幼虫、例えば カブトムシの幼虫などはイモムシのようで足がたくさんあってしかも、えー、地面の中にいるわけですね。でもこのテントウムシの幼虫はまるで虫のようですね他の虫のようですね、えー、足が6本ありますそして、えー、地面や葉っぱのところを歩くわけですね。でこの姿が、えー、本当にトゲトゲしているのがわかると思いますけれども。 これを見て皆さんがまさかあの可愛いいテントウムシになるとは思わないようなそういうような姿をしていますまたあの幼虫だけではなくて成虫もアブラムシを食べるんですねこれは別なテントウムシがアブラムシを食べている様子の写真ですちなみにですねこのアブラムシなんですけれども テントウムシに追われると当然食べられたくないわけですよねアブラムシはテントウムシから逃げるための防御方法を持っていますそれは何かっていうと葉っぱをそれまで掴んでいるわけですけれども葉っぱをパッと離してしまうわけですねそうするとアブラムシは地面に落下しますそうするとテントウムシが迫っててパクって行こうとした瞬間にアブラムシはポッと落ちるので 空振りになってしまうわけですねそこで NASA の科学者たちは考えました宇宙にテントウムシとアブラムシを持ってったらテントウムシはアブラムシを食べられるだろうかあるいはアブラムシは何か別な防御方法があるだろうかということだったんですね。で宇宙に連れていた行かれたテントウムシとアブラムシアブラムシが止まっています。そして テントウムシが近づいていきますどうなったでしょうアブラムシはパッと手を離します落ちませんアブラムシはそのまま食べられてしまったんですねですから宇宙に行ったテントウムシは、えー、重力のない場所ですからアブラムシが手を離しても落ちないのでそのままパクって食べられたわけですねですから 宇宙はテントウムシにとって良い場所かもしれないですけれどもアブラムシにとってはとても行きたくないような場所になるわけですね。ここの写真をを見てくださいいれはテントウムシが卵を産んででる様子ですねちょうどここにはそうです、ね、10個ぐらいの卵が置かれていますけれどもテントウムシが卵を産む時ですね どういうところに卵を産むでしょうか皆さんだったらどういうところに卵を産むと思いますかこの幼虫が帰ったときに餌がすぐ近くにあるところがいいですよねですから多くのテントウムシはアブラムシのコロニーのあるところにその近くに卵を産みつけますそうすると 卵からかえった幼虫がすぐにアブラムシを食べることができるからですね。でこれは先ほどもお話ししましたけれども幼虫の姿ですもしこれが皆さんの庭とか皆さんの家の中とかにいたとしたらどうでしょうかとても一緒にはいたくないそういうふうに思う人が多いんではないかと思いますね。 この幼虫の時期を過ぎて次蛹になりますこれが蛹になった後出てくる様子なんですけれども成虫になろうとして出て出くる様子ですちょうど蛹は葉っぱにこうぶら下がっているような状態ですねいかがでしょうか蛹なから出たばかりのテントウムシまだ 体全体が黒っぽい姿をしています次の写真を見ますとちょっと色が明るくなってきていますね黄色っぽい部分が増えてきていますそしてさらに、えー、時間が経つと今度は羽を伸ばしてですね羽をきちんと畳めるように全てを整えていきます で、この左の写真を見ていただくと、もう完全に体の色が黄色に変わっているのがわかると思います。そして、最終的にこのような、えー、外側の羽もきちんと硬くなってですねえー。テントウムシとして生まれてくるわけですね。で、あの皆さんが見るテントウムシには様々なテントウムシいるかもしれません。けれども。 七星テントは非常に有名ですけれども、えー、他に波テントウムシというこのナミテントウムシっていうのはその殻のその少子の色ですね本当に千差万別というかいろんな種類があります。でナミテントウムシは例えば二つ星の黒い殻にまあ羽根ですね黒い羽根の上に。 赤い2つの点があるものとかですね。あるいは全く点のないオレンジ色のものとか最高で19個の点々がついているものですね。いかがでしょうかここにたくさんのテントウムシいますけれどもこれ全部このテントウムシですけれどもテントウムシの、えー、頭とおども、とントウムシのおとお腹と あと胸と胸ですね頭胸お腹その3つの部分に分かれるわけですけれども皆さんはどどどののの部部部分分分ががが頭でどの部分が胸で胸おお腹だと思いますかおそらく一見するとこの黒い部分全体が頭だっていうふうに考えてしまうわけですけれども実はこの黒い部分が全て頭ではないんですね。 この図を見ていただきたいと思いますけれどもここにどこが頭かどこが胸かっていうのが書いてあります頭の部分は黒い部分の先の部分だけですねここが頭部になります触覚が出ている部分ですねで、その頭部には目がついていますで、そのすぐ後ろの黒い部分羽のところに行くまでの黒い部分が胸の部分ですね胸部になります で羽がついている部分から下の部分は腹部胸にああ胸ではなくてお腹の部分になるわけですねでここに小指とマクシっていうのも書いてありますけれどもマクシっていうのは半透明の薄い大きい部分になりますいかがでしょうかこの写真を見て、えー、皆さんは頭部と 胸部と腹部を言い当てることができますかもう大丈夫ですねこのテントウムシですけれどもやはり外的に襲われることがありますそういうときに先ほどアブラムシがどのようにテントウムシから身を守るかっていう話をしましたけれどもテントウムシはどういうふうに身を守ったらいいでしょうかテントウムシは 寄生蜂とか寄生蟻なんかに狙われるわけですね、えー、でも鳥などにはあまり狙われませんなぜ狙われないんでしょうかそのことについてちょっと考えてみたいと思います皆さんはテントウムシを捕まえたことがありますか私はあまりあのテントウムシ見るのは好きですけれどもあまり手に乗せたりしたくないですね なぜかというと手にのせるとおそらく黄色い液が出てくるからですね。でその黄色い液は臭くてですねあんまり体につけたくないそんな液体ですねそういう体液を出すわけですけれどもこういうふうにしてその黄色い液でですね鳥などにあこの虫は危険だっていうことを思わせるわけですね。 こういうことを、えー、なんていうか覚えていますか以前に、えー、警戒色という色をお話ししましたこれは、えー、捕食者に対してですねこの虫を取ろうとするものに対してあこいつは危ないぞって思わせるような色ですねで、天、えー、灯虫がそういう色の液を関節のところから出すので,でそれによって天、えー、灯虫は 自分の身を守るということがありますまた仮にどれかのテン虫が食べられてしまった場合その黄色い液が体あのまあ、口の中に入るわけですけれどもものすごく苦いし臭いわけですねですから、えー、それを食べた鳥は二度とテントウムシは食べたいと思わないそういうふうになるわけですねそれからもう一つテントウムシの防御方法があります それは何かっていうとですね、えー。専門的に言えば「義詩」っていうふうに言いますけれども偽りりの死死でですす。ね。死んだふりですであの皆さんが手に持ったら動かなくなって足がこうくっついてしまって丸ま,丸まってっていうと、まあ、最初から丸いんですけれどもこう足が体にくっついてしまって全く動かなくなってしまう。 そういういい状態をと言います皆さんがテントウムシをポンって弾いたりするとそういう状態になります。で死んだふりをして「あこれはもう捕まえてもしょうがないや」そういうふうに思わせるわけですね。ちょっと皆さんに考えていただきたいんですけれどもテントウムシが家に入ってきたことってあるでしょうかあるいはもしテントウムシを捕まえたら 窓のところに持ってってみていただきたいんですねそうするとテントウムシはどうするでしょうかテントウムシはガラスにくっつくと思いますかあるいはガラスをよじ登れると思いますかあるいはカブトムシを窓のところにいくらつけようとしてもストンと落ちてしまいますテントウムシも同じようにストンと落ちてしまうでしょうか実はテントウムシは ガラスを登ることができるんですねどうやって登ってるんだと思いますかハエの場合はネバネバする粘液を出してその粘液でこう登るわけですねテントウムシも粘液を出しているんでしょうか実はそうではないんですねテントウムシの足の裏にはえ毛がたくさん生えています実はその毛の形に 秘密があるんですねちょっと写真を見てみましょうこれがムシのの足の拡大写真ですね、あのー、で左下に小さく、まあ、小さくテントウムシの写真とその前足を赤い矢印で、えー、描いていますけれどもその矢印の部分の足を拡大したものです。 人の手に例えるならば人が手を曲げるとですねここ2つに分かれますよね。ちょうどそのようにテントウムシも2つに分かれるんですねで。この2つの部分にたくさんの毛が生えているわけですけれどもでこの上の部分ここに、えー、右半分と左半分外側と内側とで違う毛が生えています。 どういう違う毛かというと半分は吸盤状状半分は針状ですすねちょうど針の先みたいいな毛が生えていますおそらく梁状の毛は例えばいろんなところを登っていくときにそこに引っ掛けてですね例えば木とかを登るとき葉っぱとかを登るときにも役に立つと思いますねそういう梁のような足で、まあ、毛で登っていくんだと思うんですけれどももう一つが吸盤状。 なんで吸盤状の足があるんでしょう。まあ、毛が生えているんでしょうか？その毛の先が吸盤状って言ったらいいでしょうかね？で、あの前足なんですけれども、テントウムシの前足は外側が吸盤状です。ここの部分ですよ。このここの部分の外側が吸盤状内側が針状の毛です。 なんででしょうねきれいに半分に分かれているんですねで、こっちの部分こっちの部分は外側が針状の毛があって、えー、内側ですねこの部分は吸盤状の毛が埋め尽くしています偶然にそんなことが起こるでしょうかそれとも聖書が教えている創造主がこれを作ったからそのように えー、なっているんでしょうかもし偶然ならば違う点灯トウムを捕まえてみたらあこれは、えー、針と吸盤がごちゃ混ぜになっているとか別なのを捕まえてみたら、えー、吸盤がこっち側針がこっち側とかですねそういうのがあってもいいはずですよね。でも実際ににははこの前足に関しては 上の部分の外側が9番内側が針ですね。そして先ほども言いました。けれども、この中の部分は中の部分は9番外側が針状の毛で覆われているという状態ですね。今度は真ん中の足です。真ん中の足はですね。上の足と前足とほとんど変わらないんですけれども。この？ 真ん中の部分ですねここの今度は内側が吸盤外側が針状なんですね不思議ですねなんでそんな風になってるんでしょうかなんで前足と同じように外側が吸盤で内側が針じゃダメなんでしょうねこの下の部分ここの部分は前足と同じように真ん中のところは えー、吸盤で外側が針状になっています今度は後ろ足ですね後ろ足は実はほとんどが針状なんですほとんどが針状の毛がついていて本当に一部だけ吸盤がついていますその吸盤がついている場所はどこでしょうか皆さんどこだと思いますこの後ろ足の吸盤がついている場所 一番重要な場所に吸盤がついています。皆さんがあの歩くときにですね、どこに一番力がかかりますか。ちょっと考えてみてください。どっか一箇所だけ、えー、いつも足をつける一番足がついている場所って言ったらどこでしょうか。おそらく親指の付け根のところの ちょっっと盛り上がった部分、まあ、ここここまあ手だとあれですけれどもここら辺ですねになると思うんですね。であの、まあ、実際にあのテントウムシの場合もまあこれ指がここ,このとこ、まあ、小さくなってしまってますけれどもえ手の場合はですね私の手の場合は私はおそらくここに一番力を加えると思うんですね。で 親指をちょっと無視して考えるとこういう形状の足になっているわけですけれどもテントウムシの場合ですねで、どこに一番力がかかるかっていうとここですね皆さんの足を想像していただければ一番わかりやすいと思いますちょっと皆さんあのよかった歩いてみてもらっていいですかそうするとどこに力がかかっているかっていうのがわかると思いますね例えばちょっと 駆け足するような格好をしてみて見るとかですね。どこで一番蹴っているだろうか。ここの部分ですね。あのこれを無視して考えましょう。ここの部分そこに実は天敵ムシの吸盤がついているんです。で前足の、えー、ここの外側の部分ですね。ここに、えー、ある研究によれば二百十七本。 でここのところに四百六十本吸盤がついています。合計六百七十本以上前足に吸盤がついているわけですね。そしてそれと同じように真ん中の足も同じぐらいの吸盤がついています。後ろ足はどうでしょうか。後ろ足は六十四本しかついていないんですね。 なんでそんな違いがあるんでしょうかまた前足は外ここの外側が9番で真ん中の足はこっち側が9番これはどういう意味をしているんでしょうかこれはテントウムシが歩くときにどういう歩き方をしているかこれを考えるとその謎が解けてきます皆さん昆虫が歩くときどういう歩き方をするか わかりますか大抵、えー、前足と後ろ足が片方ですね反対側は真ん中の足がついていますで、他の足は、えー、上がっていて前に動いて今度は、えー、反対側ですね前足と後ろ足こっち側がついていて真ん中の足がこっち側ついて それで前に動きます。ということはですよ前足と真ん中の足ここが、えー、たくさんの吸盤があるわけですね。で支えるわけですで。後足はどうするかっていうとあこっち側ですねここのところに、えー、力が加わるわけですね蹴るところですね。そこでポイッと蹴っ 上に体を上げられるそういうふうな構造になっているわけですねですからもしここの部分が針状だとしたらですね針状の毛しか生えてなかったらどんなに蹴っても滑ってしまうでテントウムシは体を上らせることができないわけですね。じゃあこの前足の外半分が9番この部分ですねで。中足は 内側が9番これはどういうことでしょうか皆さんは自分でどこかによじ登ろうとして一番最初に手が触れる部分っていうのはどこでしょうねただ手をこうやった時ですね一番最初に触れるのは内側でしょうか外側でしょうかおそらく皆さん外側を先に つけるんではないかと思いますねということは外側に吸盤があれば安定してくっつくことができる。で今度こっち側外側じゃなくて内側ですね中は真ん中は外内側にあるので内側にこう力を入れて下に押すことができるわけですね。もしこっち側についていたらなんかこんなふうに押さなくちゃならないわけですね。そううじゃなくてここ押すことができるだから この上の方は外側で真ん中の足は内側っていうのは非常に意味があるし後足のほんの一部だけでも一番力がかかる場所ですねそこに吸盤の毛が生えているっていうのは非常に意味があることだしまるでそこに失つらたかのようにそこでなくてはならない位置に吸盤の毛が生えているわけですね。これはとても 不思思議なことだとだいますね偶然にはとてもできないそういうふうにテントウムシを設計した方がいるからそういうふうにできているんだっていうことを考えるならばなるほどっていうふうに思わされますこのテントウムシの毛なんですけれどもテントウムシの足自体ですね、まあ あの鍵爪の部分を残して、えー、ここかこここの足の上の部分と下の部分はだいたい一ミリぐらいの大きさがあります。で、幅がだいたい零点三ミリぐらいでしょうかね、零点四ミリぐらいでしょうか。で、その中の、えー、円盤状の吸、えー、盤ですね。それの大きさがだいたい 0.01ミリとかですねあるいはそれ以下ですねそれぐらいの大きさです皆さんテントウムシがガラスをよじ登れる理由わかりましたでしょうかどう思いましたか本当は皆さんに、えー、写真をお見せすることができればもっとすごいっていうのがわかると思うんですけれども残念ながら、えー、著作権があったりするのでお見せすることができませんただ あのホームページを見ていただくとですねそのホームページ上からテントウムシの足の構造あるいは体全体の構造の拡大された写真が出てきますのでそれを見ると「ななるほどって思思うんではいいかと思いますねローマビトの手紙」の1章20節これは前回もお話ししたところですけれどもこうあります。神の目に見えない本性 すなわち神の永遠の力と神聖は世界の創造された時からこの方秘造物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのですこう書いてあります今は皆さん本当に良い時代に生きていると思いますね天灯虫の足の裏の、えー、顕微鏡写真を見ることができる時代ですそこには 本当にこのテントウムシが活動するために最適な毛があるわけですね針状の毛と吸盤状の毛がありますで、吸盤状の毛を使ってガラスでもよじ登れる私たちはガラスをよじ登ることができないですよねテントウムにはテントウムに合わせた素晴らしい器官がつけられているわけですねそういうのを見るときに 私たちは創造主だからこそこういう天灯虫を作れるんだっていうことを知ることができます天灯虫は創造主の傑作の一つの例だと思いますねたくさんの傑作があってたくさんの技術がいろんな動物に隠されているわけですけれども天灯虫はそのほんの一つの例ですここで彼らに弁解の余地はないのです とありますけれども今日多くの人たちはいろんな自然ですね自然の中にある生物動物にしても植物にしても偶然に長い年月をかけて進化して出現したんだそう信じるわけですね。それはなぜそのように信じているかっていうとそう教えらられたからです人は教えられたことをそれが正しいと教えられたそれを信じる わけですね多くの人たちはテレビや新聞やあるいは雑誌や映画やいろんなことで「進化」という言葉をまるで事実化のように、えー、聞いているわけですね。でも実際には誰一人誰一人テントウムシがほかの虫からですね変わってテントウムシになったあるいは変わってテントウムシになった。あるいは えー、アリマキがアリになったとかですねそういうことは見たことがありませんテントウムシは遺伝子を見るならば、えー、その子どももテントウムシ同じ遺伝子のものしか生まれてこないわけです遺伝の法則から言っても進化っていうことは起こらないわけですね遺伝子の情報が壊れてしまったならばそれは奇形となって,してなって生まれてくるかあるいは 生きてていけなくて死んでしまうわけですねこの作られたものを見るならば創造主がおられるということは明らかだそう聖書は教えています。でこの作られたものをこのテントウムシを見る時に本当に素晴らしい足の毛の構造をしているまた毛がどこにつくかも吸盤の毛がどこにつくかも本当にきちんと設計されている。 っていうことを見るときに。あ、本当に創造主がおられるんだ。っていうことを知ることができます。それを見ても。その事実を無視して。これは偶然にできたに違いない。って思うならば。その人に対して。主は弁解の余地がない。っていうふうにおっしゃっているんですね。残念なことに、日本では多くの人たちが。 進化論を教えられていますそして進化論が絶対正しいと信じ込まされていますですから皆さんにはお願いしたいことはぜひこういう作られたものの素晴らしさを伝えていただきたいんですねで、それをだから創造主がいるってわかるでしょうって押し付けるんではなくてだから自分は この世界は創造主によって作られたんだそう信じてるんですよっていうふうに明かしすることこれがとても大切ですねもしだからあなたも信じなさいっていうならばその人は反発を感じるかもしれませんでも皆さんが「自分はこう信じてるんですよ」っていうだけならば「えそういうふうに信じてるんだ」っていうふうに相手は思うわけですね。でそれによって あなるほどそういう考えも最も,もだなっていうふうに考えることができます押し付けるならば反発を感じる人はたくさんいますけれども自分はこう信じていると考え伝えるならばそれは良い証しとなるわけですね是非皆さんにこういう転倒無視ムシの話あるいは他の話を用いてですね「自分はこの世界は想像されたと信じているんだよ」そう伝えていただければと思います。